どうもねです。今回はですね、女性が2人いますよね。ちなみに僕左の子めちゃめちゃタイプなんですけど、喋り方も控えめでめちゃめちゃタイプなんですけど、ママ2人って書いてありますね。これサムネなんですけど、出産したんですよ。どういうことっていうね、レズビアンカップルが出産をしたと最先端レズビアンカップル YouTuber 第1子男児の出産の報告。ハッピーライフという方ですね。登録者7万人ということで。ハッピーライフは、みちことポッチによる同性カップル YouTuber です。もともと、二人は職場の店長と新入社員という関係で、2016年に交際をスタートしました。すごいな。2019年、みちこがポッチにプロポーズをして結婚。2021年には横浜市でパートナーシップ宣誓を行いました。同年、二人は妊活を始めると発表。しかし、同性カップルが子供を持つことに対し、視聴者からは賛否両論が寄せられていました。妊活開始から2年半経った4月、2人は YouTube を更新し、みちこが妊娠したことを発表しました。子供は友人男性から精子の提供を受けて授かったと。これなんかもういろいろすごいんだけど、どういうこと？まあ、2人女の子がいてレズビアンカップルだと。でも子供が欲しいんだよね。で、妊活をしてて、まあそれは女と女じゃできんもんで、友人男性から精子の提供を受けたと。友人男性すごくねえか？なんかどういう気持ちでしこって出すんだよね。まあそのおしこりさせていただいた精子の提供を受けまして、この知人男性は安産祈願に同行するなど家族行事に参加していると言いますと。どういうこと？やってはないんだよね。うん。この日の動画でポッチはみちこが無事に出産しましたと。で、みちこっていうのはこの右側の、女性の方です。で、ポッチがこっちです。僕のタイプの女性。で、みちこがありがとうございますと。まあ、男の子が出産できたよと。横断あったんだけど、だんだん良くなって、すくすくと育っていますと。で、みちこはまた出産したいのかな。入院先のがホテルのような作りの病院だったこともあって、ホテルにめちゃくちゃ長く泊まっていた人という感覚になっていたそう。その上で、また出産していいですかって言われたらしたいかもと、早くも第二子が欲しいと宣言。これには僕の好きなポッチもええとびっくり。出産したいか聞いてすぐしたいってみんなに思えない？ちょっと鼻が詰まってきた。一般的な産後女性の声を代弁しつつ、そう思えたのは無痛での出産もあったのでは？読めんな。推察します。で、出産してからどうなのかっていうことなんですけど、みちこはガラッと生活は変わったけど今のところ楽しくやってると。で、ポッチは仕事もやってるんですけど、仕事の休みを多めに取るようにしたようですね。で、なるべく早く帰宅できるようにと、家族に早く会いたい、ダッシュして旦那さんの気持ちがわかると。で、このポッチってあんまり喧嘩するように見えないじゃないですか。みちこは喧嘩するように見えるけど、でもなんかすごい喧嘩が絶えないんだって。なんでかっていうと、僕この動画久々に全部見たんですけど、僕こういう系の YouTube の動画で興味なくて、一回も再生数に記事読んでるだけなんですけど、これは全部見ました。どうやらなんかお互い喋りすぎて喧嘩に発展するようですね。だから喋りすぎも良くないなっていうね。だからここに書いてないことを言えるっていう、全部見たから。まあ女の子ってそういうのありますよね。男はそんな喋んないけど、男同士だったら。なんか女の子だったらね、誰かの愚痴言ったりとか、恋愛とか、おしゃべりするの好きじゃないですか。だから、その、おしゃべり好きな2人が一緒になっちゃって、喋りすぎて喧嘩に発展してると。まあ、僕ね、なんで喧嘩に しなくなったかっていうと、喧嘩よくしてた2人が。僕、このレズビアンカップルの YouTuber の動画、1本しか見たことないんですけど、僕が推察するに、多分、やることが増えたからじゃないですか。今まではマンネリしてきたけど、子供が増えたから、子供のために何しよう、どうしようとか、どういう動画撮ろうっていう新たなネタが生まれたので、だからそれがあるんで、うまく脳にある感情のファイルっていうのをうまく分散して、それで余裕を持ってそのファイルを一つずつ取って読んでいくことができるっていうことじゃないですか。僕はそう思いますね。これもね、動画流してね、語りたいんだけどね、昔みたいに。最近そうやってするとね、 YouTube の AI であなたの動画パクられてますよって違反になっちゃうから、だからサムネしか見せれないっていうね。だからまあこれによってね、まあ賛否両論もあるみたいですね。やっぱり子供にとって男性がいないのはどうなのかとか、いろいろあると思うんですけど、まだまあわからないですけどね。前代未聞なので。まあ見ていくと、産後10日で美しい、最高だなと、夢みたいと、出産おめでとうと。あんまり批判的なコメントはないですね。で、ここ新しい順にしていくと批判コメントが多いんですよ。なんでかっていうと、評価されてないかったり、まだ消されてなかったり、新鮮なやつが多いんで、で、そういうのを見ていくと、みんなおめでとうが多いですね。だから、僕が主にここのリスナーって治安がいいんですよ。だからコミュニティがすごくいいんですね。多分レズビアンとか多いんじゃないかな。応援してる人がすごい多いですね。まあ、この人のチャンネルも9年ぐらい、7年ぐらい、6年ぐらいやってるんで、
まあなかなか大したもんですよ。ほら批判コメントが全然ないでしょ。消してるのかもわからんけど、まあ多分消してないと思うし、だからなんか多分いいんじゃない。うん、そう思います。まあ結局さ、男と結婚してもさ、男と一緒に住んでもさ、結局飽きてさ、離婚も増えてるじゃん。だからこの人たちがいずれ離婚したからといってはさ、言ってもそれもただの一つの件に過ぎないからさ、だからそれが全てじゃないよっていうことで、まあ、僕は子供に愛情があって子供がいいって思ったらもう幸せなら OK だと思います。はい、ということで今回はね、前代未聞レズビアンカップルの第一子男児の出産の報告の動画でした。よかったら皆さんハピーライフとね検索して動画を見てみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録グッドボタンお願いいたします。それではまたお会いしましょう。 See you next time.